オックスフォードにあるローズハウス。設計者は、さあ、ヘルベルト・ベイカー・ローズ小学制度は、世界最古の国際的なフェローシップ制度である。オックスフォード大学の大学院生に与えられる。ローズ小学生は、同大学の大学院で、MBA 以外のコースで学ぶものであり、分野は問わない。小学金は2年間与えられ、2年目の 成績によってはさらに1年を延長される。学費はローズトラストが支払い、さらに毎月生活費が与えられる。小学生はオックスフォードに在籍中は寮に入居しなければならないが、同時にローズハウスを利用できるようになる。ローズハウスは20世紀初めに建てられた施設である。この小学制度はセシル・ローズの遺産をもとに始められ、1902年以来、 毎年、オックスフォードにある、ローズトラストが、学生の能力や性格を考慮して、小学生を決定している。セシル・ローズの遺言にて、小学生の選別に、以下の4つの基準が示されていた。遺言では本来、イギリス帝国、アメリカ合衆国、ドイツの学生に、奨学金を与えることになっていた。公式には、この三カ国を選んだ理由は、三つの列強の、 相互理解が深まれば、戦争がなくなると考えたからとされている。なお、セシル・ローズの人種差別主義が強く影響しているとする説もある。セシル・ローズの意図には、人種差別的だとの議論もあり、この小学制度を利用して、海外の将来のリーダーとなる留学生をイギリスに呼び込んで、帰国後に影響を与えようとするものだと批判された。 ローズ小学制度についての議論に関しては、デニス・カデイのザ・グロボリスッツと、シークレット・レコーズ・リビールドに詳しい。初期の変更として、第一次世界大戦と第二次世界大戦中、ドイツからの留学生から小学生を選ばなくなった事例がある。実際、1914年から1932年までと1939年から1970年まで。 ドイツ人留学生は小学生に選ばれていない。ローズの遺産は最初の10年で税金の支払いなどによってかなり減った。1929年、議会活動によってローズ本来の意思とは別の資金が規定され状況が変わった。これにより小学生の数も増やせるようになった。例えば1993年から1995年にかけて、 欧州共同体の他の国々からも小学生が選ばれるようになった。また、1977年からは女性にも奨学金を与えるようになった。2015年3月30日、ローズ小学制度の適用範囲を来年から中国にも拡大すると発表された。地域の超一流人からなるローズ小学生選考委員会が、聡明で協調精神のある 将来の良き市民たる能力を持つことを基準として選ぶ。小学生を卒業すると、アメリカにおいては能力を測る重要な物差しの一つとなっているため、その後は一目置かれ、いろいろな門戸は開かれ招待状が舞い込み、パワーエリートの道を選ぶことができる。毎年、世界中から約90人の小学生が選ばれている。2006年から5年間、11人分の権利が留保。 されている。香港への割り当ては、香港がイギリス連邦から抜けたため、1997年に廃止された。しかし、香港の実業家、リー・ヒーさんの寄付により、香港からの学生への小学生選別が再開される予定となっている。ありがとうございます。